ペルージャ大聖堂、サンロレンツォ大聖堂とも呼ばれる、ペルジーノによるシスティーナ礼拝堂のフレスコが、聖ペテロへの天国の鍵の授与。1481年から1482年頃、ラファエロ・サンツィオの聖母の結婚、ブレラ美術館所蔵。1504年頃。聖母の結婚は、聖騎ルネサンスのイタリアの巨匠ピエトロ・ペルジーノが1504年に、 制作した絵画である、油彩。主題は、外天福音書や、ヤコブスデブ・オラギネの、黄金伝説で語られている聖母マリアとナザレの、聖ヨセフの結婚である。聖母の、聖遺物である結婚指輪が収められた、ペルージャ大聖堂の、聖指輪礼拝堂の祭壇画として制作された。フランス、カルバドス県館の官美術館に所蔵されている、外天福音書や、 黄金伝説によると、マリアは、エルサレムの神殿で育てられていた。ある時、大祭司、ザカリアの元に天使が現れ、国内の結婚可能な男たちに杖を持って神殿に、来させ、神の印が現れたものを、マリアの夫にするようにと告げた。ナザレのヨセフが杖を持って神殿に入り、祭壇に杖を置くと、ヨセフの杖だけ花が咲き、 さらに天から一羽の鳩が舞い降りて、杖に止まるという奇跡が起きた。そのため、マリアの夫となる者が誰の目にも明らかとなった。ヨセフは、自分が高齢であり、マリアとの年齢差があまりに大きいために辞退しようと考えたが、説得を受けて結婚した。ペルージャ大聖堂の聖指輪礼拝堂には、聖母の結婚指輪とされるものが収められている。 この生物は1473年に修道士ウィンタリオ・ディ・マゴンザが新人部下ゆえに旧字から盗み出してペルージャにもたらしたと伝えられている。最初、祭壇画は1489年9月16日にペルージャ出身の画家でジョルジョ・バザーリによればペルジーノの弟子であったピントリッキオに発注されたがピントリッキオは幾度かの停滞の後最終的に 祭壇画を描き上げることができなかったため、10年後の1499年4月11日に、改めてペルジーノに発注された。発注を引き継いだペルジーノは1500年頃に制作を開始したが、1503年12月の段階で祭壇画は完成しておらず、1504年頃に制作を終えた。ペルジーノは年老いた聖ヨセフが、聖母、マリアの指に、 結婚指輪をつけるシーンを描いている。大祭主ザカリアは画面の中央に立って聖ヨセフと聖母マリアの手を取り、マリアが結婚指輪をつけるのを導いている。画面左側にヨセフを含む他の求婚者たちが、右側にマリアを含む女性たちが並んで立っている。聖ヨセフは開花した杖を持っているが、マリアと結婚できなかった他の男たちは、聖ヨセフとは、 対照的に若者として描かれている。彼らのうち、あるものは悔しさから、自らの太ももの上で、あるものは胸の前で、またあるものは、画面左の遊歩道ですねを使って杖を折り曲げている。背景の画面中央上部には、理想的な建築物として八角形のエルサレム神殿が描かれている。ペルジーノは、システィーナ礼拝堂で制作したフレスコが、 聖ペテロへの天国の鍵の授与と同様に、結婚の場面を千円金法に基づく、幾何学的シンメトリーの構図の中に設定している。画面中央下部に配置された大祭司ザカリアは、エルサレム神殿の開け放たれた扉が示す縦軸と、正確に一致し、この扉の位置に、すべての線が収束する単一の消失点が、存在している。円形をかいま見ることができる。 エルサレム神殿は、神童と神父に約束された神学的地平線を象徴している。ラファエロは1504年に本作品に触発されて、チッタディ・カステロのサンフランチェスコ教会のために、聖母の結婚を描いた。ラファエロの聖母の結婚は本作品と非常によく似ているが、バザーリは両作品を取り上げて、ラファエロの作品をより優れたものとしている。1902年に、 美術史家、バーナード・ベレンソンは本作品を、ラファエロの作品の原型ではなく、逆に、ラファエロの複製であると主張して、物議を醸した。絵画は、一般的に、ペルジーヌに帰属されているが、制作自体は工房によって行われた可能性がある。弟子の一人、ロスパーニャに帰属する説もある。絵画は3世紀近くもの間ペルージャ大聖堂の、聖指は礼拝堂を飾った。 1798年、ナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍によって、ペルージャから32枚の絵画が押収され、フランスに運ばれた。そのうち12枚が、ペルジーノの作品であり、聖母の結婚はこの時略奪された絵画に、含まれていた。その後、絵画は1804年に完美術館に移管された。絵画変換のためのペルージャよびアントニオ・カノーバの、努力は、実ることはなく、 1825年にフランスの新古典主義の画家ジャンバティスト・ウィカルによって複製が制作されイタリアに送られた。ウィカルの複製は現在も大聖堂の礼拝堂に設置されている。ありがとうございます。